い、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら新型ベゼルです。はい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 、今日もやってまいりました。今日もですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。新型ベゼル EHEV ハイブリッド、いやー新型出ましたよね。あのこちらね、ベゼルグレードは Z になります。いやすごいよね今日はね、あのこちら試乗ができますので、その前にね、内外装をじっくり見ていこうと思います。もしよろしければ、チャンネル登録してくださいね。あの試乗の動画次で出しますので、ぜひともチャンネル登録してください。いやもうね、だいぶね、あのもうベゼルの動画、あのいろんな方がアップしてると思うんですが、今日はねちょっと私視線でじっくり見ていこうと思います。っていうかね、だいぶね良くなりましたよね。あの前のベゼルもね結構私好きだったんですけど、あのそれをね増してね、さらに大人っぽくなったなという印象はしますね。あのなんといってもね、今回このほら同色グリル、これがねすごいなんかちょっと近未来的な、なんか一瞬電気自動車みたいなね、感じのグリルに見えますよね。てかだいぶこの下回りがね、本当に本気でなんか良くなりましたよね。こうなんかピアノブラック的な感じで高級感醸し出してます。これ何個 1,2,3,4,5 個の LED ですね。でほらこの見て見て、これシーケンシャルターニングランプ、あのねウィンカーがね流れるウィンカーになってます。いやすごいよね。あのプレイとこの Z はこの流れるウィンカーになります。で X と普通のガソリンタイプはね、なんか普通の点滅になるみたいですね。ちなみにね、あの EHEV のプレイは車両価格3,298,900円で、この Z は FF で2,898,500円ですね。でこちらはね、あの 4WD が選べて3,118,500円で買えます。プレイはね 4WD が選べないんですよね。あとね、グレード X は FF で2,658,700円なんですよね。こちらも 4WD が選べます。で、ガソリンタイプの FF で2,292,000円ですね。いや、もうこうなるとだいぶ安いわっていう感じがするな。横から見たら、こんな感じです。いや、スタイリッシュ。あの、結構ね、シャープな横のこのプレスライン、それとボンネットがこう低く見えますよね。前のやつはこう丸くデザインされてましたもんね。で、この A ピラーが若干この後ろに下がってますよね。なので A ピラーの角度がちょっと鋭角になったかなという感じがします。リアのこの C ピラー、この辺もね、なんかこう結構こう角張ったようなデザインになったなという感じがしますね。いや、これほらタイヤね、ミシュラム。あの、かっこよくね、これ。本当に。最近なんかね、ホンダさんミシュラムよく、タイヤ使ってますよね。225の 50R18、18インチですね。あの結構黒基調のホイールが、あのやっぱ流行ってきてますよね。それで、こういったね、ヘアラインのシルバーがデザインされております。ほら、サスペンション、あ、綺麗なこれ。ピカピカやな。納車されたばっかりなんでね。この単眼カメラの前にある、この、センサー？これね、あの実は雨が降った時に、あの自動的にワイパーが反応するといったセンサーがついてます。まあ Z ってね、意外とやっぱ車両価格はね、あのナビがついてないだけで、あの他はね、結構充実装備なわけなんですよ。結構ね、他社のデザインに似通ってるなっていう最初ね、皆さん意見があったと思うんですが、あの本当にね、やっぱ見慣れてきたら全然、いや、これかっちょええわっていう感じしますよ。ほら、すごいよ、これ。凝ったデザインなんよ、意外と。あの結構ね、この最近 LED が、あの、多用されてるので、こう、薄くね、作ることができるらしいんですよね。なので、こういった、シャープな、水平基調のデザインが可能になったということなんですが、ここ、ほら、よく見て。これ豆球なんですよ。これね、あえて、実は豆球にしてるらしいんですよね。なぜかというと、この後ろでね、あの信号待ちの時に、あの、チカチカしますよね。それが結構 LED だと眩しいということで、あえてこの豆球を採用してるということらしいんですよね。いや、この辺もよく見たらこんな感じなんやな。ここは塗装されてません。ここもピアノブラックにして欲しかったけどな。あ、そうそう。こういうね、あの B ピラーのここ、ほら、ピアノブラックになってるでしょ？キラッとね、して。こういうところもちょっとして欲しかったなという感じはしますが、これリアフェンダーもこれよく見たら、ほら見てこれ。なんか、
なんかもこっとここなっとるわ、これ。ほら。なんかあるんすかね、この法律上このタイヤがこっから出たらダメだから、ちょっとフェンダー膨らますみたいな感じになってるんかな。だいたいね、SUV ってこの辺ね、もう傷がついちゃうんで、塗装してないような感じになるんですけど、ほら、もうこの、結構ほら、下まで巻き込んで、ね、ピアノブラックに仕上がってますよね。ああ、下回りこんな感じか。まあ当たり前ですけど、このマフラーがね、ついてますね。ストレートです。これは四駆のタイプじゃないので、シャフトがね、ドライブシャフトが FF なんで、前の部分しかないですよね。で、これマフラーね、若干ね、この角度で、見えるか見えないかっていう感じ。もうちょっとここをへこますか、なんか、マフラーついてるぞみたいなね、なんか、してもよかったかもしれないですね。EHEV。センサーね、ほら、いっぱいついてるでしょ。カメラの角度が50度から100度ぐらいに変わってるらしいんですよね。ホンダセンシングのね、基本性能も上がってるということで、まぁ、ちょっと内装の方を見ていくか。はい、ではお邪魔しますと。おお、いやーすごい、なんかやっぱだいぶね水平基調で、まあ、前のモデルから若干ねフロントが下がってると。いやもうちょっと早速エンジンかけさせてもらうぜ。あ、ここ押しやすい位置にある、ポチッとな。これね、左側がなんかいろいろパワーフローやら何やら変わります。まあだいたいこの航続距離か燃費しとく感じかな。16しか走ないんで 5.6 ってなってますけど、グレード Z の FF タイプで、WLTC モードで 24.8kg 走りますね。4WD でも 22.0kg 走るんですよね。いや優秀だわ。あ、でこれほら見て、これプレイの方はこっちの左側にこのほら温度調整がついてないみたいなんですよね。なんかなのでその辺ね、若干この Z の方がグレードが高いように感じました。でもうこれね当たり前になってきましたよね。シートヒーター3段階ハンドルヒーターもついとるというね、高級車。これがねホンダコネクト使えるようになってます。ほらこういうねUI になってるんですよ、画面がね。ホンダ E みたいになっちゃったよっていう感じで悔しいなんですけど、ここで、ほら、燃費情報とか、トリップね、変えれたり、うわ、これ一緒やわ、ホンダ E と。で、車内 Wi-Fi ね、ほら、これ使えるようになったんですよ。これ今契約しないと思うんで、ちょっとぐるぐるしてますけど、使えるんですよ。ただ、有料です。まあ、もちろんね、これテレビ。おー、テレビ大きいわ。1年間ね、無料らしいんですよね。それ、最初の、これ買った方、ぜひとも、してくださいという感じ。なんか、アルソックの駆けつけサービスも、ほら、ね、1年間無料だったと思います。確か。あ、これミラーかっけ。なんかこう、スタイリッシュ。わー、だいぶ変わったよな、ベゼル。と、前のベゼルに比べてどうしてもね、この辺が、若干普通のデザインにはなったんですが、まあ、普通にのデザインっていうのは、すごい使いやすいということなんですよね。あ、これプレイには結構ね、オレンジ色で、このオレンジ色のステッチ、が結構目に入ったんですが、私この黒い方が好きかな。ちょっと、ね、若干スポーティーな感じがします。でこれほら携帯電話を置いたら充電ができる地位ね、ポッと置くだけで充電できるみたい。でこれですよ、ドライブモード。これはねイーコンと、ノーマルスポーツ3段階選べます。わ、すげえ、なんかグラフィックがデザインが良くなった。20キロから3キロの間でこのヒルデセントコントロールっていうのが使えるみたいですね。いや、本格 SUV っていう感じ。急な坂でこのボタン使うと、すごいね、低速でトルクのある運転ができるんですよね。で、これをホンダセンシング。0キロからね、前の車を追従するといった機能がついてますね。これすごい便利なんよ。で、LKAS ね、これハンドル、こう自動的に補助してくれるんですよね。結構なね、カーブでもこうぐーっとね、自動的にハンドルが曲がってくれるんですよね。で、ちなみにシートね、こうほら、黒いんですよね。どうこれ。プレイはね、結構白い革張りだったんですけど、あれね、まあ、どうでしょうね。汚れとかどうなんでしょうね。ちょっと長いことこのベゼル乗りたいなっていう方は、意外とこの黒の方がおすすめかもしれないです。
で、ちょっと近寄ってみると、ほら、これファブリック素材で、布でね、結構この、なんていうの？蒸れないんですよね、夏場は。いいよね。これ普通に肘置きがあるっていいよね。なんかね、ついてないタイプ結構あるんで。で、これプレイにもついてたこのドッキリマークね。これほら、ドキドキする心電図みたいな。こういうね、マークが結構、今回のベゼルついてます。ああ、ドリンクホルダーも使いやすそう。ね、普通が一番使いやすい。本当に。で、中はこんな感じ。充電のコードとかはついてないみたいです。あ、そっか。ここに一つありますね。あ、こっちもあるわ。二個あるわ。あ、なるほど。こう、両サイドに、こうね、それぞれあるから、大体これほら、二つどっちかに寄ってる場合がありますよね。あ、その辺の気遣い、すごいいいわ。まあ、コードね、繋がなくても、この Bluetooth で、このナビと、連動してね、スマートフォンの中にある音楽を聴けたりとか、やっぱね、ナビが新しくなるだけで、すごい先進的な車に乗ってるなと。そういう意味では、このベゼルのガソリン車を選んで、車両価格を安くして、このいいナビをつけるっていうね、そういうパターンも私はありだなと思ってます。あ、そうそう、やっぱ、あと、プレートの違いはね、この天井ね、サンルーフ小さいのでもつけて欲しかったっていう感じはするけど、ほら、タッチ式の、ね、ルームライト。いいよね。で、また次の動画でレビューしますけども、この減速セレクターがついてるんですよね。ホンダ E と一緒で、このシングルペダルっていうのが実は使えます。これね、モードを B にして、運転すると、この回生で、ブレーキがかかるんですよね。はい。ちなみにね、乗った感じ、こんな感じです。どう？黒い内装なんで、やっぱね、スポーティーな車に乗ってるなという印象がします。はい、あとこれね、そよ風アウトレットこれもね、なんかグレードによってついてたりついてなかったりするらしいんですよね。これね、外側にこうスーッとね、このボディを沿うように風が出ます。なので直接顔に風が当たらないんですよね。女性の方とか乾燥を嫌がる方とかね、あとほらコンタクトレンズしてる方は結構これいいかもしれないです。わ、レビュー長くなるわ。後ろ行こう。はい、では後部座席お邪魔します。こんな感じ。すごいいいわ。あれ、なんかシート良くなってる？ひょっとして。なんか、今座った瞬間ね、この背中のこの辺がね、結構ふわっとする。後ろね、やっぱちょっと広くなってる。ほら、足回り、この辺もね、結構これドライビングポジションで、結構私体大きいんでね、後ろにやってるんですけど、それでもね、十分格子1個、2個ぐらい。一応ね、このほら、5人乗りにはなるんですけど、まあね、ほら、こう肘置き出して、4人乗りでゆったりね、この、ベゼルで楽しむっていうのは結構ありだなと思いました、今。やっぱホンダさんってね、この辺がすごいですよね。室内が広く作れるっていうのがね。で、ほら、細かいところ、これね、ポケット、スマホ入れたりとかして、で、こっから充電できんのね。ほら、充電できる。ちゃんと後ろにもね、この空調がついてて、気持ちいい風が来るわ。これ、ホンダリモート。あ、ちょっとこれ今、これ私のホンダEと繋がってるんですけど、コントロールできるんですよ。ほら、デジタルキーとか、車を探すとかね、広い駐車場で自分の車どこに止めたかわからないっていうね、そういう時ね、さっきのね、アプリで車を探すことができます。ほら、これ自動なんですよね、リアゲート。おー、広い。これちょっと、私、前の、ホンダの青山の方で、これすると撮影してきたんですけど、これね、倒すとね、かなりね、居住空間が、すごい広いんですよ。もう今日ちょっと片っぽしかしないですけど、私ね、これゴロッと寝転んで、助手席ちょっと前に倒したら、これまっすぐ寝れました。183センチにまっすぐ乗れました。で、これリア、あ、こんな感じで、ランプついてたんやな。おしゃれバンドついてない。これプレイはね、おしゃれバンドここについてたんですけど、あ、広いな。で、あ、そうそう、これトノカバーがね、実はついてるんですよ。プレイはね、実はこれついてなかったんですね。オプションになるのかな。これグレード Z はついてます。で、これよ。これね、時間差でね、人が離れると自動的に、閉めれます。ほら、こんな感じで自動的に閉まるんですよね。いやー、すごいよな。結構ね、いろんな新しい機能が、満載のこのベゼル。
いや、こちらね、オプションがついて、315万7千円ですね。まあ結局ね、なんやかんやでね、300万ぐらいします。ね、なんですけど、ホンダセンシングもね、最新のものがついて、かなり、装備も高いので、いや、今回のね、ベゼル買いだなと思いました。で、次はね、試乗の動画、出しますので、ぜひともね、皆さん、チャンネル登録して、待っててくださいね。そしたらね、次見やすくなります。こちらの車ね、ホンダカーズ大阪東花園店さんでね、販売しております。それとね、全国の、ホンダカーズでも買えますので、詳しくは下の概要欄見てくださいね。はい、というわけで、今日は、新型ベゼル、EHEV グレード Z の、ご紹介でした。じゃあね、バーイ。